こんにちは。歴ショックです。今回は、一定二婚が実現した後の貞子の最後の日々、貞子の死が道長をはじめとする貴族社会に大きな衝撃を与え、人々の生き方さえ変えていく様子について紹介します。一定二婚の実現後、一条天皇は貞子の地位を守るために立て続けに解任させましたが、ストレス続きの環境下での度重なる解任は、貞子には大きな負担となり、10ヶ月後、貞子は第3子の出産直後に24歳の若さで亡くなってしまいました。貞子の死に際し、一条天皇が深く悲しむ中、道長と戦士は冷淡な態度を示し、早々の手続きを担当することすら避けるほどでしたが、道長のひどい態度は、貞子に対する数々の仕打ちへの罪悪感から来る怨霊を恐れる気持ちを振り払おうと、あえて強気な姿勢を見せたものとされています。一方、藤原行成は、一定二婚の罪悪感も相まって、より一層貞子寄りの姿勢を示すようになり、若手貴族は、世の無情を感じて次々と出家するなど、貞子の死は、単なる一人の妃の死にとどまらず、多くの貴族の人生を変えるほどの影響力を持っていました。今回は、源氏物語の誕生にも大きく関わることとなる、貞子の最後の一年と、悲劇の死が周囲に与えた影響について紹介します。清少納言との主従関係の集大成が、枕草子に描かれる。貞子の最後の日々。長保元年11月1日に、道長は、一条天皇と貞子の接近を防ぐため、まだ幼い娘の晶子を受胎させました。しかし、くしくも晶子への女御宣言の日に、貞子は、一条天皇待望の王子、敦康親王を出産します。出家して、妃としての正当性を失い、非難の対象となっていた貞子でしたが、これにより将来の天皇の母となり、これ地から中野関白家の復活の可能性も一気に高まりました。ただし、これを幼い娘を受胎させてまで、貞子からの王子誕生を阻止しようとしていた政権担当者、道長が歓迎するはずはなく、一条天皇は、晶子を貞子に並ぶ妃に立てる、一定二婚状態を作ることを余儀なくされます。道長を無視して政治を行えないため、一定二婚は、少なくとも表向きは一条天皇が発案しており、一条天皇の意向を確認した道長が、戦士の協力を取り付け、強行に進めたものでした。途中、一条天皇は、貞子の妃としての地位、ひいては敦康親王の権威の低下につながる晶子立候に迷いが生じ、道長のはしごを外す形で、立候をなしにしようとしています。ですが、王子誕生により追い詰められていた道長は、唯一の打開策である晶子立候を諦めるわけにはいかず、藤原行成の賢明な説得も功を奏し、1月28日に立候が正式決定しました。もともと、一条天皇が言い出した一定二婚でしたが、最終的には、道長が迷う一条天皇を押し切る形での実現となっており、一条天皇はこの後、道長に抵抗するかのように、貞子の権威上昇に取り組んでいきます。それが、晶子が立候の儀式のために代理を退出した翌日、2月11日の貞子の代理参入で、一条天皇は、長子内親王と敦康親王も加えて、久しぶりに一家団らんの時間を過ごし、得意の笛で高砂の曲を吹く様子などが、枕草子に記されています。道長は、晶子をないがしろにする一条天皇の姿勢を批判し、3日後の14日には、貞子の居所に自ら乗り込み、プレッシャーをかけました。しかし、一条天皇もひるまず、晶子立候の儀式の1週間前の18日には、代理で敦康親王誕生の桃花の儀を行い、貞子と敦康親王の権威上昇を進めました。貞子も、晶子が戻る直前まで、計1月半近く代理におり、清少納言も、この時期の夫婦の様子を枕草子に記しています。明け方、清少納言が外に張り出した小部屋で同僚と居眠りしているところに、一条天皇と貞子がやってきて、清少納言らが慌てて控える中、二人の官人が出勤する様子を眺めるという、型破りな貞子といたずら好きな一条天皇の若い頃を象徴するかのようなひとときでした。この代理滞在中の3月頃、貞子は敦康親王出産から4ヶ月ほどで第三子を身ごもっていますが、立て続けの妊娠は、二人の仲睦まじさを示すだけでなく、一条天皇による貞子の権威上昇策の一環だったと見られています。
強力な後ろ盾のいない貞子、敦康親王親子は、たとえ敦康親王が即位したとしても、いずれ成長し、王子を産むであろう明子と、その強力な後ろ盾である道長の前に不利になることは明らかでした。もし貞子が敦康親王に続いて王子を産めば、貞子の血を引く者たちによる皇位継承が続き、結果的に貞子の地位安定につながることから、一条天皇は皇統のさらなる安定に加え、貞子のためも考え、貞子の解任を急いだとみられます。ですが、ただでさえ産後日も浅いゆえに、一定二項問題などストレス続きの貞子にとって、再びの解任は大きな負担であったことは想像に難くありません。3月27日、貞子は、敦康親王を出産した三女である平成政邸に戻り、ここで再びの出産を迎えることになります。平成政は、道長と通じ、みすぼらしい門で貞子を迎えた人物とされていますが、実際は、門を基準用に作り替え、誠心誠意貞子に尽くした数少ない忠臣であり、貞子は、平成政のおかげで、道長からストレスをかけられることなく、妊娠期間を穏やかに過ごせたはずです。枕草子が描く貞子の最後の姿として、5月の端午の節句に、朝廷から送られたくす玉を、貞子の妹である三重殿が、敦康親王と長子内親王に飾り付けている傍らで、貞子と清少納言は歌のやりとりを交わしています。清少納言は、貞子を満足させるため、端午の節句の定番のちまきではなく、贈り物の中にあった珍しい大陸由来の麦菓子、青菓子を選び、豪華なすずり箱の蓋をお皿にして、上等な青い薄紙を敷き、マセ越しに候の言葉と共に差し出しました。この言葉は、古今和歌六条にある歌のことを指しており、外からの頂き物であること、麦菓子であることを示すとともに、作者の恋心を読む下の句にかけて、清少納言が貞子を慕っていることも表していました。青菓子というお菓子自体、煎った青麦を引いて伸ばした、食べやすいもので、妊娠3ヶ月とつわりの辛い時期を迎えていた貞子に、少しでも食べやすいものをという清少納言の心遣いを表しています。これに対し、貞子は、青刺しの下に敷かれている紙を引きちぎり、歌を書きつけて、他の女房に比べ、清少納言こそ自分のことを分かってくれていると、感謝を示しました。清少納言の青刺しをめぐる一連の行動は、定番のちまきを選ばない新趣向、たった一言で有名な歌の意を伝える教養、それを即座に実行に移せる基地と、貞子サロンが高級で目指してきた文化を詰め合わせたものでした。一方、格式ばらず、清少納言の用いた紙をそのまま使って変化をしてしまう貞子も、かつて清少納言に手紙を投げてよこしたり、外を見るために奥に引きこもらず縁側近くまで出てしまう、型破りな妃そのものでした。枕草子が記す、貞子と清少納言の主従の姿は、人前にすら出られない清少納言の手を貞子が優しく取って以来、約8年にわたって楽しい日々も辛い日々も乗り越えてきた二人の関係の集大成とも言えるものでした。一条天皇を思いながら無念の最後を迎える。貞子の最後と道長の反応。端午の節句から3ヶ月後の8月5日の雪成の日記、今期の記述には、貞子が8日に内裏に参入することを実助に伝えたという記述があり、その後の詳細はわからないものの、貞子はこの時一条天皇に再び会い、約20日にわたって内裏に滞在していたとみられます。これは、一条天皇の貞子に会いたいというわがままではなく、すでに三女にいた貞子が、通常通りに安産を願う儀式を行った上で、里下りする手順を踏んだだけなのかもしれませんが、この時が夫婦の根性の別れとなりました。貞子は、妊娠中からすでに衰弱していたとされ、出産前から死を覚悟していたと言われています。映画物語によれば、後に御周囲和歌集に収められる三つの歌を、まるで一条天皇への遺書のように、誰に託すでもなく、自身の未頂戴の帳の紐にくくりつけていたといいます。貞子は、一定二項の実現から約10ヶ月後、12月15日に、第三子となる義子内親王を出産しましたが、胎盤が降りず、翌16日の早朝、24歳の若さで亡くなってしまいました。死後に発見された三つの歌のうち、一首目は一条天皇への激しい愛情を詠んでおり、教養高い内容ながら、今までの忍耐を解き放ったかのような奔放な歌と解釈されています。
2首目は死を覚悟しつつも寂しさと不安を漏らした歌。3首目は仮装が一般的だった貴族社会において露宿を希望した歌です。貞子の死は長徳の変以来実家が没落した上に出家した正当性のない妃として世間の注目を集めていたことに加え、24歳の若さでの死という点でも人々の同情を誘い、さらに注目を集めるようになりました。貞子が亡くなった日には実際の気象条件と合わないため噂ではあるものの、妃の象徴である月を上下で挟む東西の山を結ぶ二筋の不祥雲と呼ばれる不吉な雲がかかっていたという話を行成が日記に記しており、貞子の死が話題になっていたことがわかります。一定二行という奇策を用いてまで貞子の力を抑えようとしていた道長が、性敵とも呼べる貞子の死に際して抱いた感情は喜びでも悲しみでもなく恐怖だったとみられます。貞子の死の一報を聞いた一条天皇は誰よりも悲しみ、せめて盛大に弔おうと道長を呼びました。しかし道長は生死が重病だからと一条天皇の召しを拒否し、おそらく反貞子で結託していた生死が道長が貞子に奉仕しなくて済むよう軽い病で騒いだものとみられています。もっとも道長は戦死と貞子の死を喜んでいたわけではなく、訪問先の戦死の居所で自宅が火事になり戦死の元に身を寄せていた一条天皇の乳母で藤原の道兼の元妻である藤原の茂子が邪霊に疲れ道長に飛びかかるという事件に見舞われていました。茂子が襲いかかった理由はわかりませんが、道長はこれを貞子の父道高の霊もしくは道兼の霊と真っ先に考えました。この時点で道長は貞子の死を知っていたことから、一定二行をはじめとした数々の嫌がらせ、現在進行形で早々の準備すら放棄していることに相当後ろめたさを持っており、不吉な雲の噂も合わせ道高の怨霊を真っ先に考えたのだと推測されます。道長は左大臣として公暁に貞子の早々の雑務の指示を出すことはあったものの、翌17日にようやく参内した際は自らは貞子の葬儀に取り組むことなく、全然関係ない寺院の問題の採決を一条天皇に求めるといった具合でした。道長は生涯にわたって怨霊についてほとんど自らの日記に記さず強胆と評されることもありましたが、この時の一条天皇への対応も含め全て恐怖の裏返しと言えます。この8年後明子の出産時には貞子の死を連想してか、明子にはいくつもの怨霊がつき、貞子を連想させるこれちかには面会しないといったように、貞子の死は道長の心に重くのしかかり続けました。道長はそれでも権力者として気丈に振る舞っていましたが、特に貞子やそのサロンと深い関わりを持っていた貴族たちにとって貞子の若くしての死は衝撃で、ついには若手貴族の連続出家という事態にまで発展することとなるのです。貞子の悲劇の死は人々の生き方さえ変えていく。貞子の死の影響。貞子の死後道長はついに貞子の早々に積極的に取り掛かることはありませんでしたが、一条天皇は自ら貴族たちを集め早々を行おうとしました。しかし道長に代わって早々の担当を命じられた右大臣藤原の秋光は出を理由に参入せず、儀礼作法に忠実な藤原の実助すら参入しないなど公暁らは揃って貞子の葬礼には不熱心でした。一条天皇は道長はじめ公暁たちの態度に腹を立てたのか、20日には行成が一条天皇が心中我慢できないことを述べていたと記しています。結局早々の担当公暁は貞子に最後まで尽くした平成政の兄で中納言の平の是仲が務めています。一方全員が全員貞子に冷淡だったわけではなく、九郎殿等の行成はもとよりかねてから中野関白家と親しく、長徳の変では平の是仲と並び唯一貞子の代理体質に従った公暁である源の利方も貞子のために動いていました。利方はおそらく道長の命で早々の手続きを確認するために17日に貞子の亡くなった平の成政邸に出向きましたが、そこには公に復帰していない是親や高家はともかく、手続きを担当する皇后宮職員や高階氏などの親族が全くいませんでした。貞子の叔父にあたる皇后助の高階の秋信は翌年の一周忌の法要で何食わぬ顔で一般参列者の列に並んでおり、
貞子の死の直後から露骨に貞子や中野関白家との関わりを断とうとしていました。もっとも、縁戚の秋信にとっては、生き残りのために道長に接見するには、道長自身が恐怖からとはいえ、貞子に冷淡な態度を示し続けていたため、貞子との決別をより露骨に示さなくてはならないという事情がありました。ですが、こうした行動は、死してなお、配下、縁戚に見捨てられる妃として、貞子の悲劇性を強調していきます。利方はこの様子に、怒りをあらわにし、同じく貞子寄りだった雪成も、これを聞いて貞子に同情するとともに怒っていたように、貞子の死は、中野関白家と関わりのあった貴族たちの心を揺り動かしていきました。特に雪成は、一定二項問題では結果的に秋子立候に尽くし、貞子への圧迫に加担したという罪悪感を抱いていたとみられ、貞子の死に直面して、その罪悪感をかき消そうとするかのように、一層真貞子派となって、たかしなしのような存在を非難するようになりました。雪成は、もともと貞子サロンに出入りするなど、職務上貞子に近い存在でしたが、貞子の死後は、解き放たれたかのように、貞子について、尼だから一定二項が必要とした自らの論理を打ち消すように、出家したがその後還俗したと記しています。一条天皇も、貞子の死を共に悼んでくれる雪成を、より一層信頼するようになり、後に、貞子の維持、厚安親王の別当を任せるなど、貞子の死をきっかけに、君臣の絆はより強固になっていきました。清少納言と深い仲になりながらも、上徳の変では中野関白家没落のきっかけを作った、道長派の藤原の忠信ですら、立場上表には出さないものの、貞子の死に心を動かされた一人と見られます。貞子の死から3年後、雪成と忠信は道長邸を訪れ、3人で深夜まで語り合っていました。道長が就寝した後、さらに2人で語り合っていましたが、この日は貞子の命日に当たっており、雪成は忠信と貞子のことについて語ったとみられる言葉を残していることから、忠信でさえ貞子への特別な思いを抱いていたと言えます。彼らより年下で貞子と同年代にあたる若手貴族が受けた衝撃はもっと大きく、貞子の死の2日後の18日には、かつて火山天皇の下で権力を握った藤原の義親の子である成房が、いとこでもある雪成に出家をほのめかしています。世の無常を感じた成房は、実際に比叡山に向かい、この時は、比叡山で修行していた父に止められたものの、2年後にはついに出家を果たしました。2ヶ月後には、この成房と友人関係にあった源成信と藤原の重家の2人の若手貴族が、おそらく成房に刺激され、貞子の四十九日に合わせて出家を果たしています。貞子サロンにも出入りしていた成信は、智子の甥で、道長の有志であり、重家は、右大臣藤原の秋光の後継ぎで、彼らの親が政界のトップ2という立場だったため、彼らの出家は世間に衝撃を与えました。成信は、雪成だけでなく、金刀とも交流があり、若手貴族たちの出家に対して、雪成、金刀は、自分は出家しようと思いつつも、どうして俗世をぐずぐず過ごしているのだろうと、彼らに理解を示すやり取りをしています。通常、貞子のような若くして無念の死を遂げた人間は、道長が恐れたように怨霊として語られるものです。しかし、清少納言による枕草子での理想的な妃のイメージが広まったことに加え、多くの貴族たちが貞子の死に心を動かされたこともあり、道長の映画を語る映画物語ですら、貞子を悲劇の妃として描いているように、道長が恐れたような怨霊的扱いはついに定着しませんでした。一条天皇は、貞子の葬儀にも参列できない中、降りしきる雪に、自らの思いを乗せ、貞子の玉屋を包む気持ちを込めた歌を詠みましたが、貞子への思いが容易に断ち切れるはずもなく、この後も、もう一人の妃である秋子がいながらも、貞子への思いをなおも強めていきます。貞子の死に心を動かされたのは、貴族たちだけではなく、紫式部も同じでした。紫式部が書いた源氏物語の序盤は、まさに一条天皇と貞子の物語であり、光源氏の母、桐壺の行為は貞子がモデルとされ、桐壺の行為の時世の句も、貞子の時世の句に影響されたものとされています。一条天皇は、貞子との思い出を求め、清少納言に枕草子の続きを書望しましたが、
枕草子への対抗策の一環としての役割も持っていた源氏物語もまた貞子の物語であり、だからこそ一条天皇の心を惹かれ源氏物語を通じて秋子に歩み寄っていくようになったとされています。貞子はその死をもって多くの貴族の心を動かしただけでなく、日本の二大古典文学まで生み出すこととなったのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。